ゴールデンウィークの最終日、本当にいいお天気になりました。その中での湘南ベルマーレベガルタ仙台の一戦です。まあ、同じような勝ち点ですので、もう直接対決。まずは立ち上がり前半の3分、仙台に点が入ります。ハイライトも戸田和之さんの解説でお送りします。あっさり決まった感じがありますね、はい、これはね、まあ、でも上手なビルドアップからですね、中央を伺っておいて外側を使うという、はい、まあ、2トップの動きも非常につながっていましたし、うん、まあ、サイドに入った後の石原が突っ込んだ後ろに野津田がねっていうところも連携を感じましたから、まあ、見事なときだと思います。本当ですね、はい、まあ、キーパーも反応しましたが及ばずで、28分、やはり仙台です。まあ、長吉監督がこの前半はどうもうまくいかなかったという言葉通り、こういうシーンもありました。前に行きたいんだけど行ききれなくて結果的に下がって、はい、ボックスの中で守備をしなくてはならないという展開がちょっと多かったかなと。石原が倒されてペナルティーキック、はい、やっぱちょっとシャツを掴んでる感じが ね見えますかね。そして石原が決めることができませんでした、うん、古巣対戦で人一倍今日は気合充実その石原でしたが、この PK は決めることができませんでした。そして35分のシーンです。また笛、これがペナルティーキック。まあ、やっぱり前に入られてしまって、はい、腕をかけてしまったっていうところは、まあ、PK 仕方ないかなと思いますね。そしてこれを決めます、西村。西村今日1点目、前半で2-0、キーパーを見ていけるという、はい、なかなか度胸のある、ね、本当ですね。たっぷり最後は見てました。後半エンドが変わっています。湘南の攻め、ペナルティーキック、イ・ジョンヒョク、はい、キム・ジョンヤに倒されてペナルティーキック獲得。それもやっぱりボックスの中だよっていうところをもう少しやっぱり考えた対応を求めたいですね、はい、そしてイ・ジョンヒョクが決めました。この後は湘南が一気にペースを握っていきます。まあ、風の影響もあったかもしれませんけど、やっぱり肩にかけましたもんね、はい、1対2というスコアにしました。まあ、今にはキーパーもイエローカードが出たし、そのシーンも取り上げています。まあ、そのままボールを渡してですね、はい、キックオフみたいなその湘南の流れになるのを、ちょっと邪魔したかったなと思うんですけどね、32分です。湘南はやはりこの右からの攻めというのは目立ちました。そうですね、これも決定機でした。梅崎、まあ、杉岡含めて山根の両センターバックの保有参加も非常に良かったですし、はい、まあ、深い位置の小田が取って、うん、ゴールの目の前まで来たんですけども、ゴールがクリアしましたね、はい、何度も何度もこういうシーンがありました。これは際どいところ、秋野のミドルシュート、サイドネット。ただ弾道が素晴らしかったですね、はい、これね、まあ、角度はあんまないですけども、だからこそ丁寧にしっかりミートしたので、ちょっとアウトにかかってね、美しいボールですね、はい、あと1点、あと1点、そして取れそうなチャンスがいくつかあったんですが、47分、仙台に追加点です。西村まんまと抜け出してキーパー1対1、シュート、最後はキーパー触りましたがボールはゴール、ネットを揺らして3点目、西村の今日2点目です、はい、攻めから、ま、守りに移り変わるところの準備が、うん、やっぱちょっとおろそかには見えますね。そうですね、そこを見事についたと思います。まあ、これで勝敗決着つきました。